こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日のおすすめのコーディネートを紹介したいと思います。今日のコーディネートは、アメリカンカジュアルの定番的なスタイル、こちらを紹介したいと思います。まずは、岡山小島のこのジャパンブルージーンズの G ジャンですね。そして、ファイブブラザーのこのチェックのネルシャツ、そしてカフィカのこのチノパン、そして足元は、イギリスの名門ブランドでありますドクターマーチンからこのモンキーブーツ、こちらを紹介していきたいと思います。それでは今回のコーディネートで、ピックアップした商品の紹介を簡単にしていきたいと思います。まずは G ジャンですね。岡山小島のジャパンブルージーンズからこのセカンドタイプの G ジャンです。こちらですね。16.5 オンスのアメリカンコットンを使ったしっかりとした生地を使っている。肉がすごく厚いんですけども、決して硬くはなくて柔らかく仕上げている。それはゆっくりとゆっくりと時間をかけながら、編み込むことによって、生地は厚いのですが、柔らかく仕上げている。そして使えば使うほど味の出る、そのGジャンを使っています。そしてインナーのシャツは、ファイブブラザーのチェックのネルシャツ、この赤のチェックのネルシャツですね。こちらをチョイスしてみました。非常にこれもですね、しっかりとした肉厚の生地を使ってるんですが、これも非常にこう柔らかいですね。柔らかい素材を使ってる。いわゆる着心地の優しい感じ。これが、ファイブブラザーのチェックのネルシャツです。あえて今回この赤を選んでみました。この色合いですね。そしてパンツになりますと、メンズのパンツのアイテムの中では、かなり有名になりましたこのカフィカから、このタック入りのチノパンです。このを紹介したいと思います。これは、しっかりとした張りのある、腰のある生地を使っている。そして、結構最初はちょっと硬いんですけども、使えば使うほど馴染んでいきます。で、代表的なのがこのタックですね。このタックのパンツ。こういうオールドアメリカン的な、こういう風な、ちょっとレトロな、チノパンを選んでみました。そして足元ですが、イギリスの名門ブランドであります、このドクターマーチンから、チャーチと言われるこのモンキーブーツ。こちらを、ピックアップしてみました。このモンキーブーツですが、代表的なのはやはりドクターマーチンはエアソールですね。このエアソール、しっかりとした、頑丈な作りをしている。そしておなじみのこのイエローステッチですね。そして、モンキーブーツに得意のこのステッチング、これを一緒に合わせてみたいと思います。私の体型ですが168センチ、62キロの体型で、この G ジャンが、38の M サイズ、そしてこのシャツですね、ファイブブラザーが S サイズを着用します。そしてこのカフィカ、このチノパンですけども、これも S サイズを着用してみます。そしてこのドクターマーチン、これもサイズは UK の7を履いてみたいと思います。それではどういう風なコーディネートができるのか、次の動画をご覧ください。どうぞ。今回はアメリカンカジュアルの代表的なスタイルを皆様に紹介していきました。そしてこの動画の説明文に、それぞれの商品の商品ページの URL を貼り付けてますので、そこをクリックして、サイズとかをチェックしてもらえばいいかと思います。今回は、アメカジの定番的なスタイルを紹介していきました。